でも全身負傷してる。なんか首は多分マットしたからちょっと痛いねんけど、なんか右足全部痛いし、なんか内側から痛いし、なんか切ったのは今日さすがに、ね、昨日の夜まで止まらんかったから、あっちさすがにやばいなと思って保健室の先生に言おうと思ったんやけど、保健の先生がおらんかってお休みやって、でもやばいと思って一旦職員室行って、でもなんかほんまは朝行ったんやけど、なんか友達まだみんな遅いから咲くの、一人だけ早かったから、その子がついてきてくれてんけど、結局おらんかって戻って放課後まで待って、で今日5時間で終わりやったから5時間目終わって職員室行って誰かに言おうと思って、なんか女の先生来たからなんか見せたらやばいやんってなって、で一回洗って絆創膏貼って、で貼ってる時にリス先生が来たね。でリス先生来た、来まずいってなって、であの言ってないから切ったって、あらやばいバレるってなってこそこそ隠れて貼ってて、でもさくちゃん大丈夫って言いに来たから、あの保健の先生って今日休みなんですかって聞いたから、から大丈夫やったんって行きに来て、で行ける行けるって言ったけど見せてって言われたから、しゃあなし見せたらなんか結構行ってるやんってなって、でやばいやん病院はみたいな感じになって、でその話してる時に美術の先生が来て、でまた全部話してってやつだ。めっちゃ怒るかと思ったから、もうなんかなんで気つけてやらなかったのみたいな、なると思ってたから言ってなかったんやけど、ごめんなさいってちゃんと言って、なんか気をつけてたんですけどこだわりが出ちゃって、どうしてもこの角をこうやりたかったんですって言ったらめっちゃ笑ってた。どうしてもこのペンギンのくちばしをって言ったら、わかるよやりたくないよなって、結構言ってんで、だってこっからここまで切ってるよ、割と深いっていう。まあそれは一定の深さでっていうか一定の距離でさ、こう言ってんねんからさ、そら深さも深くなるよねっていう。だって脂肪みたいな見えそうもん、出てるしな、こっから。でもそれ保健の先生じゃないから合ってるか分からんねん。とりあえず洗っただけ、洗ってティッシュで拭いて絆創膏つけたって感じ。でも土日学校行かれへんからさ、でペンギンが途中で来てさ、大げさやねん黒島って言われた。大げさかなって思ってた私も。いややっぱりでも血は出てたとはいえ別に指切っただけやからなみたいな、大げさかなって思ってたんやけど、なんか友達に言ってん、なんか切れてなんか夜まで血出ててんけどみたいな、結構笑って言ってたらさ、そんな別に痛くもないしそこまでだからいけるやろと思って言ったら、なんかやばいやんってなって、先生に言って見せてもやばいやんってなったから、大げさなのか大げさじゃないのか。だって日々入っても踊れるしさ、結局40度でもテスト受けれるしさ、40度でも公園出てたしさ、もうそれいけたら指切ったくらいもうどうでもいいレベルやねん私からしたら。けどその基準が普通なんかさ、普通じゃないんか分からんからさ、とりあえず言ったらペンギンだけおかしいって言われた。大げさやねん、これ見てもないくせに。しかもペンギンに言ってないしな、勝手に通りすがりに話聞いて、あれ大げさやねんって。あの人傷とか血とか無理やけどめっちゃ見せだった、ういって。血が出てる間は痛くない、全然痛かったよ痛いけど我慢できるっていう意味。別に私は痛みに強いっていうより我慢できるだけやねん。全然痛いよ、水で流すのと風が当たるのが一番痛い。今マシやけどな、今日洗ったのはほんまに痛くなかった。昨日は痛かった。お風呂だ今日さ、ポニってさ片手で結んでんね、これ右手だけで結んでんね。まあそれこうちょっと押さえるとかはあったけど、しっかり押さえたら痛いから、まあ2回ピキってなったんやけどさ、ほぼ右手だけでくくった。これうますぎん。それで可能するからって言われて
可能したら困るね、私はマイク持たれへんから。別にマイクなかったらどうでもいいけど、まあ公演ちょっと回れへんからいいけど、別に休むって言ってないで、休むって言ったみたいになるけど、まあちょっと回入ってないからいけるっちゃいけるんやけど、生まれたらさ、可能したらさ、持たれへんからさ、職員室で洗ってない、だから保健の先生ちゃう言うてるやん。てかもう1日経ってるしな。でもさ、思ってたよりさ指切った子が多くてさ、私の友達にも割といっぱいおって、でも全員男子やね。なんか病院に行ったって言ってて、みんな怪我した人で、しかもそれも指先やね、もうここちょっと切ったみたいな。でも深さが深いからまずいって言って病院行ってんねん。でギリ縫わんかったみたいな。全然違うねんけど、いけんのかなって。だって長ささリアルにこれくらいやで、で結構な深さ行ってんねん。だって脂肪みたいなの見えるくらいから、結構行ってるけど病院行ってないっていう。握手会右手だけがいいけど、それをマネージャーさんに言うのがめんどくさいからどうしようか迷ってる。違うマネージャーさんに言うかな。指彫刻刀で切っちゃったんですけど、右手だけで握手会って可能ですかって。あと B ステージなんか全然入られへんねんけど、あれどうしたらいいんやろ。なんかもう何回やっても入られへんねんけど。違う、先生がどうとかじゃないね、その人のせいにせんでも。別にその人悪くないから、これはあかんでって言われてんね。私はペンギンのくちばしをどうしてもこうやって角にしたかったからこう切ったね。まあこうせなあかんねん、どうしてもペンギンの口をきれいにしたかったの。右手だけにしたいけどさ、もう説明すんのがめんどくさいね。どうせ一回で分かってくれへんし、もうわざわざそのためだけに文章を作るっていうのが嫌。今日あれやった、授業参観やった、誰やったっけ、フルフル先生の授業やった、理科。みんな普通に名前で呼んでるからさ、あの動物園の方に直したら誰やったっけってなる。めっちゃ緊張してた。何分から始めたっけ、多分全然経ってないやつやろ。ほら、違う、それはいいねんけどさ、もう説明がめんどくさいねん。分かってくれへんやろ、どうせ。分かってもなんかもう文章考えるのがめんどくさいねん。だって怪我って言ったらどれくらいですかとかの質問がまた来るやん。でまたなんか質疑応答みたいな感じになるやん。それが嫌やねん。なんかさ、今日さ朝にさお話し会の申し込みさ、もうどうせ売れへんって分かってるけどさ、告知をな朝にしようと思ってたのにな、なんか投稿してくれへんくて。なんかTikTok も毎回毎回なんか投稿できてない時がいっぱいあったんやけど、もうやわと思って何も言ってなかったんやけどさ、なんか先日の何時までにって言われるけどさ、 TikTok の URL って投稿するまでできひんねん。だからそれを投稿してくれるんやったらいいけどさ、してくれへんからさ、なんかもう最後まで申し込みのやつ言ってくれてないし、でそのまま投稿してくださいって言ったのに勝手に消してるし、もう SNS やめようかな。なんかもう投稿してって言ってもしてくれへんし、投稿してって言った形でもしてくれへんし、なんかもう無駄な気がしてきた。こっちは頑張ってさお話し会もさやろうと思ってんのにさ、告知してくれんかったらそんな売れるわけないや。
もうどんだけ頑張ってもどうせ無理やし。っていうか今日さ、めっちゃさ楽しかったって帰ってきたのにさ、もうその一個の出来事で全部台無しにされてんのが一番嫌や。せっかく今日楽しく帰ってきたのに、そのマネージャーさんのそれで一個でもうめっちゃしんどいもん。急にもう全部喋ったよ。もうしんどい時って何も喋りたくないねん。知らん、どうせ YouTube 上がるやろ。知らん、もう調べてないから見てないけど、せっかく楽しく帰ってきたのに。別にどうせさ投稿したからって売れるわけじゃないけどさ、みんな買ってくれんから、そういうわけじゃないやん。ちゃんと告知したっていう事実があって売れへんのはしゃあないけどさ、結局投稿してなかったら何もできてない。で投稿した事実すら消されてるし、意味がないから、意味があるから投稿してって言ってんの。知らんよ、もうできひんよ。だってやってって言ってもやってくれんのか。どうでもいいよ、他の人がもう場面送ったって。こっちなんか毎日送ってんねんけど、ルームスなんか毎日毎日何枚送ってると思ってん。動画かであんだけ送って、日記も毎日毎日さ、毎日毎日書いてたのにさ、なんかこれはダメ、この話やめてみたいな、全然投稿してくれへんくなったし、え日記までなんかこれはとか言われだしたし、あげる写真もなんか急に厳選されだしたし、めっちゃ急にさ投稿したあかんやつ増えてさ、そんなん聞いてないから知らんねんけどって感じ。もうなんかそこまでさ投稿したあかんって言われたらさ、もうやりたくなるか、なくなるからさ、もう絵日記かってさ、絵日記じゃないわ、ルームその日記かってもう投稿してないしさ、こっちはやる気あったねんって。前までいけてたのに急にあかんって言われんねん。いけてたらやろうと思うやん、あかんって言われてないから。言ったにできてないやろ、顔見たら分かるやん。入りたての人ってコメントとかも振り返られへんのかな。私いつも見てるときそこまで見てないけど、もう場面はなんかラグすごいよな。あれはどうなってんのか知らん、どこに送ってんのかすら知らんから、もう分からん。もうどうでもいいよ、どうせ送っても投稿してくれへんし、気にしないの。てか無理やろこれ、だって毎日やってんの、こっち毎日毎日こんだけ頑張ってもさ、結局やってくれへんやん。みんなは適当に頑張れって言うだけでいいやん、毎日投稿されるの待っとけばいいやん。全部やめようかな。別に人生とかそういう話じゃないって、みんなこんなん経験したことないから言えるんやん。やってみや、じゃあ毎日毎日何個も投稿してみや。やったことないから分からん、ね、別に やったところでできひんと思うからやらんでいいけど、それでなんかあなたの気持ちは分かりますよみたいな言い方めっちゃ嫌。分かってないのに分かったみたいな顔してんのが一番嫌やねんな。やったことないやん、やったことないから分からんやん。分からんと分からんって言っとけばいいのに、っていうか言わんと見とけばいいのに、でわざわざ言う。百歩譲ってみんなはもう知らんからいいとしてさ、
なんか投稿してって言ったのくらい投稿してよ。だってこっちが預けたくて預けてんじゃないんやで。預かりますって勝手にやられてんねんで。しかも預かりますとも言われてないしな。急なんか乗っ取られたみたいに急に開かれへんくなって、開けないんですけどって言ったら、アカウント預かりました言ってよ。急にやるからわからんくなる。だからバグった時全部止められたんかなってなんねん。管理じゃないよもう、あれ収容やで、牢獄やもん。いいわけないよ、どうせまたこれでアンチがバーって言ってくる。いいよ、どうせ無理やし。もうだってどうしようもなくない？だって何投稿しても上げ足取られてるだけなんやで。なんで返してくれるわけないやん。だって日に日にルール増えていってんねんもん。知らんって憲法かよ。全部知ってる人おらんやろ。全部把握して投稿してる人おらんって。裁判官ですら知らんわ。全部の憲法なんか。だから説明してもどうせなんか途中でもういいですみたいな感じになるんや。ろくに説明もせんと。でもう全部のさ行動の権限は向こうにあるからさ、私はもう何を言っても無理や。笑ってるところが見たいのに怒ってるところばかり見なきゃいけないの。じゃあどっか行けばいいんじゃない。待って、東京の人帰ってきた。今？めっちゃ今やとなんかイライラしそうな気がする。なんかただでさえ余裕ない時にさ、なんでこんな嫌な人ばっかり。別にあなたのことを言ってるわけじゃないですよ、全体的に言ってるんだよ。別に東京の人が悪いって言ってないけど。今の言い方やったら東京の人が悪いみたいな。違うよ、東京の人が悪いんじゃなくて、あのただでさえしんどい時になんか変な人ばっかり集まってきたら余計めんどくさいっていう。もうこいつのさえ毎日ブロックしてんのに、これもないけど。ちらやもうこれファンじゃないやろ、アンチやろ。ただの別に東京の人はいいよ、いらんこと言わんかったら何でも。別にまだ何も言ってないし、あの時はただめんどくさいのを我慢できるくらいの余裕があったから、あ東京マウントマン来たとか言って、なんか前もも張ってんのまた言ってるみたいな感じでできたけど、もうそんな余裕ないし、正直疲れるし、あれやってられへんから。そんなみんなのことが嫌いで言ってんじゃないで、多少はいいんやけど。もうだってどうしても無理やん。だって何してもくれる。別に東京マウントマンはギリセーフよ。しかもと違う東京マウントマンの人かもしれへんし、さすがに同一人物いるわけだ。
全く無関係な可能性もあるから、別にその人が悪いんじゃない、みんな悪いね。もうギリいいよ、だってまだ何も言ってないもん。今また仲良したらもうアウトやけど、何も言ってないから。まあ別にこいつの思いはって思うんやったら別にどっか行ってくれてもいいけど、まあ、何でもいいねんな。だってどうせ何もしてくれ。どうせ切るんやったらもっと違うとこ切っとけばよかった。もうどうしたらいいと思う、これ。もうどうでもいいよ、何やっても無駄やねんから。こんなことやったらただの学生のままで終わっとけばよかった。もう私一回始めたら終わるタイミングが分からんねんな。自主練とかでもそうなんやけどさ、なんか帰るタイミングわからんくて、結局4時間くらいのコールとかもバレエの時からずっとあったし、別にやりきってるわけじゃない、帰るタイミングがわからんだけ。やりきってもないよ、だってこっちに入るからってやめたいもん、それだけの理由。だって習い事と学校と活動なんて両立できるわけないし、部活入ってるもよう聞かれるけど入ってるわけないやん。で小6から入ってんやで、で応募したの小5やで、入ってるわけないの。今降りたら絶対お母さんにまた聞かれるから、ちゃんと泣き止むまで終わらない。反省になんかしてる時間ないしな。もうここまで来たら酷使して終わればいい。使われへんくらい動いたら。ルームスだってもう月2回やったもん。しかもルームス誰も喋れへんやん。別にいいけどさ、なんかコメントないのにさ、なんか何も喋られへんくない？だからいつもルームス勉強とかでやってるけどさ、もう健康とかいいって。普通にこのまま終わってくれるんやったら終わってくれた方が楽よ。事故でも会えばいいね。土曜日って握手会やったっけ？日曜日は握手会やんな。
土曜日って何かあったっけ。日曜日だけ。待ってまだおった。マウントマン、もうなんかここまで来たらマウントマン全然いいわ。ごめんなさっき。話したよ、一回キャプテンとみたいな。もうなんか無駄な話し合いはほんまにしたくないねんな。どんだけエネルギー消費すると思う？別に誰がとか関係ないね。いやあるけど、そらエネルギーの消費量が多い人もおるけど、人によっては。けど相談して解決するような問題じゃないのにさ。てか毎日毎日こんな悩んでる内容をさ、一日の相談でっていうかさ、数時間の相談で治るわけがないねん。意味がないねんな、ほんまに。効率が悪すぎる。そんな相談一回で治るわけないやん。朝はかやねん、全部考えが。全部考えてない証拠やな。そんなたった数時間でお前の悩みは全て解決って思ってる時点でもう何も考えてない。あってこれやで。そん時は何の話したっけ。ああ違う話やけど、結局解決してないし。もう無理よ。明日何もないんやったら先生に会いに行こうかな。リス先生。あでもな、どうしようかな。忙しいもんな、無理やな。今更感あるな、確かに。友達と電話しようかな。でも友達は友達でな、なんかもう分からんもんな、こんなん知らんよな。だって普通に学生として15年生きてきただけやで、こんな気持ち分かるわけないから。いや長くなったところで分かれへんやん、どうせ。分かってもらった試しがないもん。それで前例がないから諦めるのかとか言われたらめんどくさいねんけど、そういうわけじゃないけど、もうなんかどうせ無理ないからさ、聞いても分かるわけないねんからさ、同じ脳じゃないんやから。しかもそういう相談って大体否定から入るくない？いやでもから入るからさ、それで聞かれてもって感じないけど、どうせ自分が持ってる悩みも全部いやでもこれはこうだから分かってんねんって。そんな、どうしたらいいかなんかもう分かってるよ。分かってて無理なだけやから。考えることも大事って。いや私は悩みすぎるタイプやから考える方がいいねんな、多分。って分かってても無理やから、ね、これもそうやん。分かっててこっちに切ったから、こだわり、こう切りたかったね。だってこう切ったらなんか傾斜になっちゃって、この角が切られへんから、こうやってこうしたかったね。で切っちゃった。
だってさ、結局答えないのにさ、どうしようとか考えてもさ、ないねんもん、だって答えが。だから考えるだけ無駄やん。それは痛いけど我慢できる。だってそれ以上が多すぎたもん。急に、今までそんなでっかい怪我とかしたことないけどさ、なんなら膝全部ここ皮めくれてなんか血まみれになって帰ってきた時も全然痛くなかったし、それは普通に痛くなかった。急になんかひび入るし、なんか40度で公園出てるし、でテストも受けてるし、急にしんどいのがレベルが変わってきたから、切ったくらいだからもう何でもいいねん。もう痛くてマイク持たれへんとか言ったらめんどくさいから嫌やけど、だってそんな周りから見たら切っただけやん。それの切っただけじゃないっていう説明がめんどくさい、ね、どうせ分かってくれへんから。右だけで行きたい私は。うん、普通に膝は公園でなんかブランコでお姉ちゃんと二人乗りしてて落ちた。神っていうか毎日私はそれも含めて日記を書いてるね。あのみんなに投稿するようじゃなくて本心から全部まとめて書いてるやつもあるの。みんなに全部言えるわけじゃないから、言われへん状況のやつもあるし、だからみんなに書くやつと違うのでまとめてるけど、っていうかもう最近は投稿してくれへんから日記だから、もう自分のだけを最優先で書いてるけど、そんなんで解消されへんし、っていうか今までずっとそれやってきたし、やっててできてないから。自分の気持ちを紙に書いたらすっきりするからっていうのも、私はずっとしんどいって言って、でも頼る人おらんから一人で解決しようと思って紙に書くのも調べて出てきたから、調べてやってみたのに結局なんかどうにもならんし、もう無理よ。だってみんなでさ、みんながさ、なんかストレス溜まった時のなんか解消法みたいなの調べてさ、例えば森に行けばいいとか書いて森に行ってみたら、そんな単純なもんでもないし、もう何回もやってるし、みんなで考えつくようなことやったらもう私は何年もかけて考えてきてるから、気持ちはわかるので解決に向かいたいからって言って出してくれてんのはわかるねんけどさ、もうやったね、全部やってこれやから。っていうか負担かけるだけかけて、なんかあとは頑張れよはえぐない普通に。なんとかなるっていうのも知ってるねん。だからもういいかなとも思うねんけど、もういいかなっていうので終わるわけでもないし、終わりたいよそれは。私も別に何が楽しいってこんな、だってもう現状ストレスでしかないし、
すぎたいうの。してるよ、それも。期待もしてないようにしてるよ。期待なんかするだけ無駄ないから。時間が過ぎたらなんであんなに悩んでたやろって思うやん。でも知ってるよ、もうやったことあるもん。1年の時さ、なんか変な女子グループ5人にさ絡まれてさ、なんか私何も悪いことしてないやん。なんかもう先生のことをものすごいバカにしてたの。なんかだって先生何も悪くないのにさ、その子たちのなんなら将来をさ考えてさ、そのめっちゃ嫌な子らやのに、その先生らも絶対疲れてんのに、その子のためにやで頑張ってさ教室入ろうとかさ、なんか勉強教えてあげてんのにさ、個別でそんなやってもらってんのにさ、なんか失礼すぎるやろと思って。だからなんかそんなん言われたらもう見てる方も嫌やからって言ったら、なんか次こっちに向いてきたからっていうのでずっと悩んでたし、めっちゃしんどかったけど、今になったら別にそんなって思うけど、あの時の感情は別に嘘じゃないし、実際存在してたから。しんどかった時代もめっちゃあったし、だから私は年とか関係ないと思う。時間が経ったらとか大人になったらとかじゃなくて、だってその時はその時のまま残ってるんやもん。残したいし、私だって小5の時ずっと嫌いやった先生まだ嫌いやで、なんなら小1から嫌いやで。いろんな教室からドーンって教卓叩く音聞こえてめっちゃ怒鳴ってるし、人の話聞かんで私だけ全部悪者にするのも全部覚えてるし、まあ、結局その人なんか体調悪いなってどっか言ったからでもいいんだけど、違うやん、その5人組は普通にありえへんくない。自分らのためにどれだけの人が頑張ってくれて、今考えたらあれけどな、そうなんで気にせんでもって思うやん。今思うし、そこまで人のだってそんな嫌なやつのために悩まんでもって思うけどさ、別に学校だけじゃないで。でも損する人っておるくない？なんか性格的にさ、この人いつも損してるなみたいな。で損するタイプやから。得つまんかったんちゃう？先生で。それか一発目やから得が詰めてない状態みたいな。しかもそのさ、5人の中のさ1人かな2人かな、もうなんか学校最近その頃来てないから知らんねんけど、なんか同じクラスやからさ、しかも1クラス減って3クラスになったから、1人は全然来へんねんけど、もう1人はなんか逆にさ、なんかめっちゃ1年の時反抗してた人に限ってさ、3年でなんか学年代表とかやりたがるやん。でその子は別に代表まで行ってないけど、代表のことずっと仲良くしててめっちゃリーダーみたいな感じでやってんだけどさ、
この前もさ体育大会の時にさ、もうあかんわこんな話したらまた言われるわ、もうやめとこう。ペンギンがさ今日なスーツ着ててんけどさ、あの授業参観やったからめっちゃなんか太ったんか別にそのままなんか知らんけど、めっちゃさスーツ的にさ乗っててさ、お肉がズボンに。でなんかペンギンの体格めっちゃおもろいねんな。なんか何か分からんけどラインがさめっちゃペンギンやねん。なのよなあれ、こういう感じの、しかも靴がなんかペコンってなってるのがめっちゃペンギンやねんな。でさクラスの子とさ並んだ時にさ、あの横にっていうか、なんならペンギンが後ろに並んでてんけどさ、顔のサイズ感がさほんまにこんなんやってさ、びっくりした、巨人かと思った。でその友達がちっちゃいんかと思ってんけどさ、顔が別に普通やからさ、他の生徒と並んだらペンギンがでかいだけでした。顔今日もさスーツ着てたからってさ、ファーストペンギンしに行こうって言って友達と、でペンギン見に行ったらさ、なんか何って言ってさ、めっちゃ目あったから、なんか今日はなんか言ってきそうな顔してんなーと思って見てたら、こっち見んなって言ってた。しかもさマスクしてなかったからさ、なんかこっち見んなって、なんか横に口が開いてんのがなんかおもろと思って、いつもそんな言い方やったっけ、こっち見んなって、めっちゃいいの口でこっち見んなって言ってた。だいぶ喜んで、しかも私がさ職員室でさ友達数名がめっちゃ心配してる中で、先生もあわあわして、どうしよう洗った方がいいんかなとか言ってる時にさ、なんかのこのこ歩いてきやがってペンギンで、私はスーツのペンギンが来たから面白がってガン見してたら、なんかうぎせやねせんね、ちょっと聞いたからって。今日のペンギンめっちゃクソガキやった。え、体型似てる有名人？私有名人知らんねんな。テレビあんま見えひんしてるからさ、人の名前とかもあんま分かれへん。顔がいじりたそうやった。コナンの元太、いやあそこまでじゃないねんな、なんか独特な形、鶏みたいな、鳥っぽい形、こうキュンってなってて、リス先生はめっちゃびっくりしてた。これ見て、思ってた以上に切ってたんやろな、ここまであるもんな。でもお母さんがさ、なんかお母さんのママ友の子供がおるねんけど、それはママ友やからおるねんけど、生徒その、うん、なんて言ったらいいのな、お母さんとそのお母さんも仲いいし、私とその子も仲いいみたいな子がおんねんけどさ、その子も切っててん、あの男の子なんやけど、なんか仲いいって言ってもあれ幼稚園から仲良かっただけやで、なんけどその子もう切ったみたい。でもここまでじゃないよね、それこそここ切っただけの子やったんやけど、なんかお母さんがさ、あの進路説明会とかも終わって帰ってきて、なんかやばいね、まるくんさ、なんか彫刻刀で美術の時に指切ったみたいやでって言っててさ気まずいなーと思って、めっちゃ気まずいなーって。だってその子より明らかにやばいもん。でその子今日病院行ってるしな。え、服はスーツやねん、
みんな。あのなんかさ、何の話だったっけ、今日の参観の時の教科が理解やったんやけど、なんかフルフル先生が、ね、何言おうと思ったっけ、ああそう、なんかスーツ着ててんけど、そら着るわな、なんかめっちゃいい先生感増してた、言いたかったけどなんかちょっと言われなかった、なんかな、めっちゃいい先生そうな顔してた、超ニコニコで。え、残る？まあ別にいいねんけどさ、見た目に残る分は、うまんかったら何でもいいねん、なんか美術の時にちょっとこだわり強いからさ、あのものづくりには。で、私効率悪いのあんま好きじゃないねんな、やばい、目赤いの治れへん、目薬もしたいねんな。あ、刺さったから残ってる、ギリいけるかな、夕飯まだ6時半から、私はいつも、うん、MBTI は INFJ、巨匠は出たことないな、 I? E? 緑やから I? あー少し残る、へー、まあいいやん、刻んどこう、体に、面白いやん、ペンギン掘っててさ、えいって、めっちゃおもろいやん、中3でここ切ったなーって手見るたびに思うねんで、めっちゃおもろいやん、あー確かに、今日めっちゃかっこいいっすね今日はって言ったらよかった、もう明日って言いたいけど明日土曜日やん、ね、刺された、刺されたんやばいな、刺したんじゃなくて、でもさ私のこの進んでいった延長線上にさ、こう言ってたらさ、隣に友達おったからさ、よかったーと思って、こう言ってくれてよかったーって、こういかんで、こいつ刺してたらもうえぐいで、もうやばい、それはもう切腹やわ、よかったほんまに、こう言って、あってなったもん、なんかポタポタ来てたから、INFJ はてんなちゃんとみおちと一緒のはず、みおちと一緒やなーってなって、そういえばてんなちゃんも一緒やでって言ってた、ペンギンとかなんなんやろな、絶対愛じゃない、絶対愛やわ、 N と F って何やったっけ、あれ違うわ、 N と何やったっけ、自分のしか覚えてないねんな、私詳しくないからさ、 T と P はあれやろ、決断力があるかないかやろ、私はめっちゃ計画、あ計画するかせへんかやろ、めっちゃ計画するタイプやから T やねん、ん J か、 J やねん、全然詳しくない。I N E S S か。N と S。何やったっけ。もうなんかもう真ん中二つが分からんくなんねん。あそうそうそう、計画とか。絶対計画。痛い、びっくりした。間違えた、めっちゃ今足首にギュッてやっちゃった、今日も友達とさ手でさ、あの この遊びしてて、あの友達の手こっちな、で私の手こっちな、なんかこの遊びさ謎にやるやんよく、でその友達めっちゃ爪長くてさ、プスってなってさ、めっちゃ痛かった、いや私がこっちの手でやるから悪いね、私がこっちにやればよかった、うん、なんかあの質問ちょっとむずいよな、ところどころ何書いてるか分からん。
小学校でやった時は紫やった、なんか INTJ みたいな指揮官みたいなやつ。爪長い？そろそろ切ろうとは思ってる。でももうちょっといけるかな。意味ないねんけど、こっちでやっちゃうねん。たまたまこっち側におったらさ、こっちでやっちゃうからさ、でならんかっても危なかったねって言って遊んでた記憶。友達めっちゃ、その子めっちゃ爪長い。でも別に伸ばしてるわけじゃなくて、切るのめんどくさいから、めっちゃ長い時とめっちゃ短い時がある。切り立てってなる時もあるし。INTPT？ うん、 INTP？ 惜しいな。 INTJ の時やった、私小学校の時。確かにって感じ。なんか適応能力ないし、なんかルールだけが全てみたいな感じやったし、で真面目、超真面目やし、なんかやらない、サボるのがどういう心理なのかわからないみたいな。なんでやらないのみたいな。え、ちゃ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 、 INTP は知らん、 INTJ の人やからさ、っていう性格やったけど、小学校の時は。しかも割と低学年、中学年、小3とかの時にやったんやけど、今やったらなんか違うかった。 INFJ になってた。 N と T って何？ N と T やったっけ？ S と T？ でも真ん中が全然分からへん、何回聞いても分からへん、あれ。しかもさ、あれってさ、自分が答えてるけどさ、なんか自分がそうであるつもりの答えとさ、みんなから見たのってまた違うからさ、なんかどれで答えるかにもよるくない？みんなから見たらこうやと思うなとか、自分的にはこうやと思うなとかでも全然変わってきそう。あと主人公にもなった一回。でも主人公いいやねんな。 INFJ と E しか違わんねんけど、多分あれやろな、私グループ活動が別に嫌いなわけじゃないねん。疲れるねんけど、なんかみんなでなんかやるのは好きやし、それこそなんか、なんやろ、所属感があるっていうか、だから好きは好きやねんけど、別にそこで積極的に働きかけるタイプじゃないっていうだけで、そこら辺もあるから、なんか愛と E もどうなんかなみたいな。だから愛と E ってめっちゃ行き来するって言わん？私もしてる。リサちゃんと一緒、リサちゃん何やったっけ、8期あやぴょんしかいいおらんやんな。でも日によってはいいやね。でもなんかさ、なんかさ、私話してもさ分かってくれへん人がさ、なんかどうしていいんか分からんくてさ、で悪気ないやん、それこそ絶対絶対悪気ないねん。いいは一文字目。だってさ、なんかこの機械に使われてるエネルギーは何エネルギーでしょうみたいなのもさ、そんなさ、手回し発電機って書いてんねんから、電気生み出すに決まってるやんか、もう発電機なんやからって思っちゃうねんけど、わからん子もおるよねって。でもどかしいねんな、いつもそういうのなんか、うん、苦手。悪くないからさ、怒るのも違うし、かといって言っても分かってくれへんし、どうしようかなって頑張って教えなきゃ。でどこが分からんのか分からんからさ、なんかこれが分かれへんって、けどこれ生み出すが分かれへん。生み出すっていうのは、どのエネルギーをどのエネルギーに変換してるかを聞いてるんやけどってなる。生み出す、え、なんか作り出すとかじゃないって感じになるからさ、え、でも諦めるわけにもいかんやん、半やから。難しいよね。何が分かれへんのかが分かれへんねんけどさ、質問攻めにするのもかわいそうやからさ、なんかど
うしようかなって感じ。だって悪気ないねんもん。どうしましょうってなれへん。発電機って書いてね。あ、ファンじゃなくてハン。そういうの疲れるよな、それめっちゃ。書いてるやんってなんねん。もうだって発電機やでって、生み出すのって書いてるでって思うねんけど。それ分からん人もおるよな。私が英語分からんのと一緒でな、なんで分からんねんってなるもんな。ね、私はこう思うって言ってんねんけど、こう思うが分かってくれへんねん。どうするべきなんでしょうね、あれって。頑張って説明すんねん。だから例えとかで出したら分かりやすいかなと思って、なんかこのザットはここにここの文章の前に行かないといけないから、このなんかザットが2個ついてたね、間違えて。ね、これをこっちに移動するから元におったザットは消えてこっちに行きますよみたいな説明をしても、なんか言ってもザットが2つ二股しちゃうみたいな。どうしたらいいんだってなる。だってさ、ザットが分身するわけじゃないんだよ。ザットが2個に分かれるんじゃなくて、ザットがこっちに移動してるのって。物に例えても絵に描いても難しいよね。絵でも描いてんねん。そう、ザットは分身しないんだよ、残念ながら。関係代名詞だからみたいな。別に可愛くないわけじゃないけどさ、なんか、うん、疲れるね。悪くないねん、ね、悪くないからこそ疲れるねん。何も悪くない。どうするべきなのな。じゃ多分だから分かるまで教えるんだけどさ、英語は小学校からよね。小学校なんか ABC みたいな感じだけど、ね、マイバースデーみたいな、私の誕生日はいついつですよみたいな。理屈も教えられず、ただ単語だけを教えられて、なんかこれをみんなに5人に言って回ってくださいみたいな。あったなーって。あれもうほぼ意味なくない？だってさ、意味も分からずさ、とりあえずこれを5人に言ってって言われてもさ、何も分かってないやから。難しいよね。どうやったら分かってくれるんやろ。使わんのよ関係代名詞。英語めっちゃ嫌いやで。だってなんで文法変えるん。だってさ、なんかニュアンスやん英語って。日本語って全部決まってるやん。私はもう決まってるのがいいの。全部決まっててほしい。なんかニュアンスみたいなやつが苦手で、単純に苦手意識持ったらやる気なくなるから全然やってないっていう。だから余計わからなくなる。で、休む日多いからさ、休んでた日の授業を説明してくれる人なんかもちろんおらんからさ、勝手に勉強でわからなくなるよねっていう。で、英語ってなんか積み重ねやからさ、数学もやけど。だからもう一回わからなくなったらもう全部わからんの。だからわからない今。それね、なんか習ったのと調べたので全然文章違うみたい な, なんか全部ニュアンスやからさ、なんか同じ単語で意味も一緒やけど、この単語を使うとニュアンスがちょっと強くなっちゃうからこっちを使おうねみたいな。めんどくせーってなる。もう一個に決めてくれたらいいやんって。日本語の方がだから面白いね。
でも別に古文は好きじゃない、漢文とか。漢文はまあ読むだけやし楽やけど、わからないやれなら。国語の方がいいわ。もう私はニュアンスが嫌いなんです。ちゃんと決めてほしい、わからんくなるから。もうでもさ、1ヶ月も休んでたらさ、でも私漢文の方が得意。古文とか、古文に入んのかな、中学校の古文は。そっちの方がマシ。書き下し文とか好き。それの意味を答えろとか言われたらめんどくさいけど、もうそれはもう中学校は覚えろみたいな感じやけど、嫌い。スペルのあの法則も分かれへんねん。なんかさ、あの知ってるって意味の NO とかあるやん、あれの N の前の K は発音しないとかはなんか大体どこでも一緒やからいいねん別に。あれはいいねん、規則性があるから。なんか意味わからん付け方するやん、もうあれ何ってなる。なんかもう意味わからん、もうなんでここに G が入んねんみたいな。いやそれも発音しないっていう規則性があるんでしょうけど、ほんまに嫌い。なんか規則性がないのが嫌い。なんか未然活用とかさ、活用系とか決めといてくれたりね。さもう全部もうあれ適当やろって思うくらいバラバラやからさ、ほんまに嫌い。それ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 、めっちゃ嫌い。もうなんかな、ほんまに嫌。絶対適当に考えたやろ、だから日本語の方がいい。日本語ってだってさ、なんか意味で大体わかるやん、読めるし。まあ住んでるからやろうけど、そうね。なんかもう全部規則性持っといてほしかった。全部この後はこうなるとか言ったら、ね、数学のさなんか式みたいな、公式みたいなんでやれたらいいのにさ、そういうのもないからさ、ただ覚えろみたいな。あれめっちゃ嫌い。あおる、どこの国やったっけ、なんか分からんけど、なんかおる。半分海外なんかな、違う。めっちゃサッカーのユニフォーム似合ってた、プロかなって思うくらい似合ってた。それで日本語の方がむずいって言うけど、もうそら住んでるからそらそうやで。大変は大変やで、そらそらもうどこの言語でも一緒やん。そんなでもやで、もう規則くらい作ってほしい。嫌い英語。もうやる気なくなったら数学も好きじゃないから。トップクラスらしいっていうのも私は何十回も聞いてきた。私は何回も英語が嫌いって言うから。いやむずいよな、橋と橋とか雨と雨とか、わかるよ。9と空とか7と7とかもな、なんか意味わからんわってなるやろうけど。そうやねん、置いていかれると。じゃあみんなの場合さ、別に授業受けれて、受けれるけど休んだとかさ、受けれるけど聞いてなかったとか寝てたとかでさ、置いていかれるはもう知らんやん、自分のせいやん。けど私の場合はもう1ヶ月強制で休まないといけないのとかもあったから、もうそんなんでさ
なんかもうみんな全員これやってるけど、なんかもう分かれへんし、もういいわってなるねん。もう無理やから、そんな1ヶ月まるまるさ行かれへんでさ、もう分からんわってなるから、もうやる気なくなんねん、それは。はあってなる。でもそういう時は国語と数学だけやってたけど、もう最近は国語だけになった。そうね、もうだって教えてもらってないしって、自分だけやってないよもん。でここテスト出るよとかもさ言うやん、絶対授業中に。なんかな、別に先生に聞いたら教えてもらえるやろけどさ、そんな授業受けてない、授業受けてんのとさ、先生に質問して一個とかと全然違うからな。いやのにさ、休む子とかおるからさ、なんでってなる。ほんまに変わってほしい。なんで毎日行けんのに休むのって。いやそりゃめんどくさいよ、当たり前に。みんなめんどくさいって。ほんまに分からへん、遅刻とか休みとか。いや授業間に合ったらいいやんとか意味わからんくない？だってこの時間に来なさいって言われてんの、なんで来へんのって感じ。こもう行けへん人からしたらほんまに何考えてんのって感じ。いやノートコピーしたらどうにかなるとかじゃないねん。見せられてももう分からへんねん。ほんまになんで休むんか分からへん。体調不良なら分かるで、ただめんどくさいだけって。もう分からない、変わってほしいもんな、ほんまに。いや先輩にアドバイス求めたらって毎回言われるけど、私はそれ全然好きじゃないし、聞く気もない。一回聞いたことあるけど、別にその通りにやろうとは思わんし、その人じゃないんやから。私は考え方も受け取り方も、なんなら行動も全部違うねんから、頭の良さとかも全部違うし、人柄とかも全部違うんやから、同じように行くわけがないやんか。だから私は聞いても意味ないから聞かないし、聞きたくない。その人と同じにしなさいって言われてるような気がするから、その人が全て正しくて私は全部間違ってるみたいに聞こえるから、私は結局相談したくないし、言われたくない。毎回言われんねんけどな、学校でなんか両立の話したら、先輩に聞いたらって。そういうわけじゃないねん。集団生活が苦手とかで休むならいいよ別に。私は面倒くさくてっていうこのことを言ってる。別に人と会いたくないやったら家で勉強したらいいんじゃない、ね、家で勉強っていうのじゃないこのことをしてるよね。休んで人と会うのが嫌やから家で勉強してますは全然いいと思うんだけど。いや寝坊も私はよう分からんで、勉強嫌いやで、好きって言われるけど好きでやってんじゃない、やれって言われてるからやってる。生きていくのに必要やし、知恵やってたけど、なんかもういいわ。もうなんかやっても無駄な気がしてきたら、もう何でも良くなってくるねんな。もういいかなって。とりあえず高校行って大学行って出てきたらもう何でもいいかなって。なんか今日道徳でさ仕事の話してんけどさ、夢を追求するか安定を取るかみたいな。絶対安定やろ、夢なんか叶うわけないからって思っちゃうタイプなんで、超現実派やから。私びっくりされたもん、先生に。あなた現実派なんですかって、どちらかというとこっちじゃないんですかって言われた、数学の先生に。そんなん期待するだけ無駄やでって言いたかったけど、期待するから裏切られんねんでって言いたかったけど、いやでも好きなものを仕事にしたら一定数嫌いになっちゃうっていう人が多いと思うので、
私は本業にはしたくないですねとか言ってんけど、みんなおーってなってたけど、普通に期待したくないだけ。期待するだけ無駄やで。言わしてもらうけど、学校に行きたくても行かれへん人がおるんやで。アイドルになりたいっていう夢を叶えられないって言うけど、それ言うなら私は学校に行かしてほしい、本当にって思いますよ。お互いないものねだりなだけ、いいないいなって言うけど、私だって学校行きたいもん。みんな体育大会とかも全然な、万全の状態で行けるやん。疲労困憊の状態で行ってるわけじゃないし、左足痛いわで走らなあかんわけじゃないし、全然違いますからね。まあ、言ってもわからんよな。終わります。さよなら。